せーの、暮らしの実験室ラジオ局、三十一回目。始まるよー。暮らしの実験室、ラジオ局は。 暮らしの実験室のスタッフの伊庭さんとはいバッチです某スタッフ妻で野菜ソムリエの私梅子と同じく某スタッフ妻のちぃちゃんとではいちぃですこの3人でんお送りいたしますはいはいじゃあえっとですね 今週はなんだかいろいろですね慌ただしい一週間だったんですけども個人的なことも含めての些細なことを話していいですか、あ冬になると割と唇とかが荒れてくるタイプの人間なんですけどこの間、口内炎ができましてそれとは別に口内炎どうしたら治るのかなと思って調べたらビタミン B を取ればいいと。 っていうのがあ、豚肉ではなくチョコラ BB はいはいそうそうそう豚肉じゃなくてね豚肉をよく食べてますみたいな感じかなってちょっと思ちゃしたビタミン B っていうのねはいそうなんですよもう市販薬を買ってきてそれでまあ口内炎はまあ飲んだか飲まなかったかわかんないんですけどまあいずれにしても治ってあ治ったんだはいでもしばらく飲んでたら唇の調子がなんとなく良くなってきてほううん潤いがそう唇にもビタミン B っていいらしくって <laughs>、うん、今更、うん、<laughs> そうね、そうかもしれないね、体質的にやっぱりそのすごく唇切れやすいっていうか、うん、なんかあるじゃないですか、うん、あるあるある、うん、だそういうのをまあ市販薬に頼ったらいいかと思って、うん、チョコラ BB。まあ 薬っていうよりはあれかなサプリメントに近いのかな、ねうん、ビタミンとかだから薬ではないと思うんだよねうんサプリメント男子ですね <laughs> そういうとなんかすごくなんかあれだね僕の思ってるなんか僕の自分像とは大きくかけ離れてちょっとイメージ違うよね,ねうん美容系ユーチューバーですね <laughs> <laughs> <れ> <laughs> そういう日々のこう小さな自分のこうなんていうのかなまあトラブルっていうかまあバグみたいのがまあ小さく解消されるっていうのはすごく、うん、いいことだよねまあ不幸せそうなんかさあのハディさんなんてほぼ年がら年中口内炎が出てるんでしょ。<laughs> でずっとチョコラビビ飲んでるよね、ええ、あ、飲んでるのあ、知らないんだあ知らない知らない農場の,知らあのストーブの横のなんかちょっとした段差みたいなところに常備薬みたいな感じで置いてあって <laughs> あああこれなんだろうみたいなことで私が気になった時にしたらあのカオリちゃんにあ、これはハリーさんのサプリみたいな <laughs> 女子かよなんかチョコラビビってちょっと女性がなんかニキビとかの時に飲んでるイメージ何肌荒れ人だよね。だからまあそうだよね。割と思春期の女の子がちょっと肌荒れ悩んで飲んでるみたいなイメージだったんですけどえハディさんハディさんそういえばあるわ。ハディさんそんなにそんなに年柄年中できてるんだったら何かやればいいのにと思ったけどできてやってたんやってるやってる失礼しました。なんかカルシウム剤 パールカルクっていうカルシウム剤を飲めば、こう内炎が治るっていう言い伝えがあって、茨城家ですかそうそう、買おうかと思ったんだけども、うん、ちょっと高,お高くて、なんか真珠の会社が作ってるカルシウム剤で、癒着 <laughs> いやいや。いやいや、自分の <laughs>、自分ところのね、その、見入り用品を再利用して作ってるっていう、たぶ、うん柿の殻とかから生成するんじゃないかな。うんうん でもカルシウムがその口内に効くっていうのは別にないからあのそれこそインターネットに載ってない民間治療情報っていうか<ー>民間情報じゃん。うんうん あれね、うちの父親とかおばあちゃんは、とにかく何でもおろない塗っとけばいいって言ってた。はいはいはい。そういうやつね。赤切れとか切り傷とかでもなく、ニキビとかも全部おろないんで、いいって言ってたよ。ね、そういう経験的な知識っていうのは、結構信憑性はあると思うんですよ。うちの祖母とは相性ね。そうね。相性がかなりあるよね。 でそ,のそういうお便り頂い,いてるんじゃないですかあの、うん、前回の当時日の出日の入りの話に関しても姫、はい、ちゃんもその後ねいろいろ情報を聞きつけてるっていう話を聞いてるんですけど、うん、当時よりも当時20日前の方が暗くなるっていう話で、うん、そういう情報はネット上には載ってないんだけども民間知識として、うん。先週のの多分放送の時に 先週も話したと思うんだよね、その話を。で、その時に、その根拠みたいのを話したよね、確かね。どうだったっけえっと、冬至っていうのは昼の時間が一番短くて、いわゆる日没してる時間が長い日ではあるんだけど、朝の時間がとにかく冬至の日は遅くて、冬至の日は一番朝の日の出が遅い。 その根拠に、ついてそんな話多分選手してない気がする。したした。した。したした。したした。まあいいや。うん、はい。じゃ、もう、まあ、お願いします。あの、日没は、当時よりも、うん、あ。その、前の方が、二十日前の方が、早いんだけど。とにかく、朝の時間が、遅いから。日中の時間が短い。そう、その話はした。けど、ラジオではしてない。えっ、してないっけ。そうなん。 もう一回整理すると。つまり、下がしてないだろう。はい、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 はい。もう一度したこう。当時の時とそうね。うん、当時は。そうそう、当時は間違いなく。うん、昼の時間はすごく短いの。短いそれは朝の日の出の時間も遅いし。昨、うん、日の,出の時間も、まあ、比較的。遅いののはい、はい、えー、はい、はい。 早いからなんですけど実際、冬至の日に日の入りの時間が一番早いかというとそうではなく結構12月の上旬ぐらいに日の入りは一番早くなるんだって。で日の出の時間が多分、冬至のあたりに一番遅い。 ことによって日中が短いのが当時。だから、あれだったんですね。今日そのお便り先に読みますか。はい。クジラーネームは、えー、特命希望さんですね。クジラへの投稿です。日の入りの時刻ですが、今年は茨城、過去水戸は11月30日から12月12日までが4時23分。13日からが 四時二十四分になり、十二月の二十二日の当時よりも早く日の入りが遅くなります。日の入りって沈むってこと。沈む日没ってことだね。当時より早く日が長くなるのは正しい感覚ですね。あ、やはりそうだったんですね、データで見ると。データではの、わかるわけだ。そうやってちなみに、当時の日の日の入りは四時二十七分です。なので、当時が四時二十七分で、多分今が四時二十四分。 うんうんぐらいなので、うん、まあ三分ぐらいなんですけど差はうん、うん、まあ若干早い。うん、うんうん。 でも、なんかすごい感覚としては、確かに、その、その話を聞いた後に、自分でもよく思っていると。やっぱり、えっと、先週あたりって、本当に四時半になると、もうすでに真っ暗。そうですね。だったんだけど、今週四時半過ぎては、だんだん暗くなってきたなみたいな感覚が。あるから。ある。確かに、みたいな。そう、そのさ、一分差なんですけどね。先週ぐらいが、多分四時二十三分らしいんですよ。で、多分今四時二十四分みたいな。なんか。 そう私の職場の人はこの時期だいたい1日1分ぐらい変わってくるよねみたいな何者みたいな。<laughs> であそこで職場の人からそういうふうに聞いたって話をしたんですけど、うん、また別の職場の人にやっぱ同じことを言われてうん、うん、であそうなんですよねって話を聞いてて、うん、でなんでそのことを知ってるんですかって聞いたら。 え長く生きてるからって言われてすごい素敵な返答。よくよくまた詳しく聞くとおじいちゃんに嫁に嫁いだところのお父さんとかにお母さんとかに昔の人ですよねつまりにやっぱりこういろいろ教えてもらったと。 で昔、やっぱ天気予報が今みたいにこう発達してないっていうかうん、うん、いろんなことが分からなかったので本当に空に詳しかったって言っていてうん、うん、西の風は夜まで吹かないとか<ー>そうなんとかのこう方にこう雲がたくさんあると何があるとかっていうことがめちゃめちゃ詳しいらしいんですよ。ほう で、やっぱそういうのを受け継いでるうん。ギリギリなんだと思うんですけど、でもそれもっと教えてくださいって言って、え、でもなんかそういうふうに言われると思い出せないみたいな感じで、そう、感覚としてはきっと持ってるんでしょうけど、知識として多分アウトプットをみんなにしてるわけではないので、その場その場で多分教えてもらうしかないんだなと思ったんですよね。いや、でもすごい貴重と思って。ねやっぱそういうのあるよね。うん。 私、個人的には筑波山に雲かかってたら次の日雨みたいなのも<ー>、うん、発見発見というかやっぱその筑波山のあたりやっぱ筑波山がこっちから見ると西側にあるじゃない西から天気変わるっていうのもあるからまだこっち雨降ってなくても筑波山の方で雨降ってそうな感じとかあと笠雲がかかってると雨が降るとかっていうのもそれはなんか多分民間伝承であるじゃない。うんうん、だから筑波山雲かからら雲ってたら大体 下雨だなとかっていうのは結構確証高いよそうだよねいいねそういうのいやでも本当に昔の人はすっごい詳しかったと思う星とかをねそういうのすごいいいよねなんてこうどんどん感覚が鈍っていってるんでしょうねまあスマホがねあるしなんかあるとスマホ見ちゃう基本毎日天気予報見てるからね あとやっぱりそのスマホがあることによって私、時計すら見なくなってきちゃって時計もスマホで見るからだけどなんかその今の時間っていう時間と空とかっていうをちゃんと見るとかはあんまりやっぱなくなってきたかなっていう気がしててその辺のねスマホ見ちゃうとどうしても他の情報も目に入っちゃうから結構なんかいろいろ意識が飛んじゃうというかだから、なんかいいお便りでした。いい,いい気づきでしたね,ね,ね、うん 気づきがありました。はい、じゃあニュースのコーナー行きましょう、ね。はい,はい。それでは最初のコーナーに行きましょう。せーの実験室ニュース。このコーナーでは、この一週間で農場に起きたニュースをお届けします。はい、えっと今週はですね、二つ。 えとみかん狩りと里の輪の話でもしようかなと思ってるんですけどみかん狩りちちゃん話しますかあはいえっとですねえっと私の知り合いのおじ様、ま、何人か愉快なおじ様たちがいるんですけども <laughs> その愉快なおじ様の一人から急に電話かかってきて「<laughs> おう船津さん人集めてくれや」って言われたんですかっって言った言ら あのみかん狩りすっからよ人出た人人って言われてあのねいい詳細を聞かずに日程だけ言われたどこですか、うん、とりあえずどこで何人ぐらい欲しいんですかって聞いたら十三、うん、塚で何月何日にやるから、うん、それとりあえず人集めといて欲しいくれやって言われてはい、はい、で声をかけたんですけど。 声かけようがなくなった。でも十三塚っていう時点でそそうう十三塚っていうのがこの八里地区の中でも結構有名なね果樹園果物がたくさん取れるところでみかん園とか梨園とかぶどう園とか結構乱立違うなもうどちょっと集してる地域なのでそこのどこかの農園のお手伝いだなと思って推測したんですん 人たちとなん結構付き合いも長くなってきたから、うん、あの細かい情報の端々で類推してこっちからこういうことですかっていう能力が私もなんとなくついてきてしまっていてすごいちいちゃん能力者よ<笑><笑>でその段階でみかんちょっと持って帰れますっていうのも確認した上で<おー> <laughs>、うん、それでオッケーって言われたから、うん、じゃあ集めときますねって言って何人かにお声がけをしてで詳細聞いたら、うんあのね、農場ともちょっとお付き合いのある農園さん,だったんで、ね、とか。開拓地の の島村園さんだったね前から手伝いもしてるしそれだったらなんかいろいろ場所も分かるし話も早いやと思って私は私で周りの方にお声かけたんですけど結局私のお友達っていうのが大体農場のスタッフやその家族関係者のお友達ばっかりなので結局みんな知ってる人みたいな感じでね皆さんで行ってもらいましたね。で <laughs> あ12月に入るともう結構市も降りてるしえっと凍ったりもするから観光果樹園してるのでもう観光の,そのえっとお金払ってもぎ取るみたいなやつなんですけどそれはもうやめ 季節的に終わりになるんだけどもみかんの木に残ったみかんを全部取らないと気が痛むとそうですね来のいうことで残ってるみかんを全部取ってほしいとで取ってくれた分に関してはその取った分のいくらかは何割かは持って帰ってもらってもいいよということでお手伝いしてきて。 わり、えー、とあったかい日でみんなでわさわさとって、うん、いやー、もうね、うん、結構寒いかと思ってダウン、薄手のダウン着ていったら、途中で暑くて暑くて、ああ、ね、そうかそうか、っ脱ぎますねみたいな感じの、それぐらいの陽気でしたね。うん、ちょうどあの山の斜面になってて 暖暖かい気がまるエリアになっててそれでみかんの栽培ができるから多分その地上ほど地上が氷点下になってもあそこ氷点下になってない可能性がので朝9時ぐらいに私ついて行ったのねそしたらそのみかん畑からちょっと視線を下に下ろしたら八里盆地が割とね見晴らしがいいから見えたんだけど下の方に霧というか雲みたいなの。 漂ってて、なんか雲海の下に街があるみたいなのがちょっと見えて。ジブリ。っていうかね。 下,下界の民よ。<laughs> <laughs> 思わずつぶやいてしまうような感じだった。このみかんを食うがいい。そうそう,そう,そうなんか、あ、ここは天井で、あ、私たちの住んでるところは下界なんだって思った。<laughs> ねっそう思わせる力はあるよね。楽園にみかんがなってるわけね、うん、そ,うそうそうそう。うん、そして振り返ると、もうたわわに実ったみかんみたいな感じで。うんうん、禁断の実が。そうみかん食べたで。そう, <laughs> そ,うそうそうそう。本当、みかん食べ<う>。食べたら地上に戻ると。<laughs> 食べてたよみんなそうみんなその場で美味しいっすねって食べながらね八里のみかんはゆめちゃんもよく言ってるけど甘すぎないというか甘さもあるけど甘さと酸味のバランスがグッドなんですよそうそうそうこれで非常においしい美味しかったですねいいんだよねみかん美味しいんだよねまだ残っててで僕もその後一1回取りに行って で農場のスタッフ、他のスタッフもそれだったらまだ取りに行きたいって言っててうん、うん、ざくざくと、<laughs> <laughs> そうそう、残っててもね、まだ本当にね、上の方木の上の方って、やっぱり取りづらいところは結構残ってて、取りに行かせてくださいって言ったら、まだ行ける状況なのあそうそう、助かりますっていう感じみたいじゃあね、また行きたいですね。うんうん、正月に向けて頑張らねばみたいな気分になってくるね、今度、うん、ね、ねそう、ね、確かに正月のこたつみかんを実現するためには、即、やっぱりね。うん でもそみかん園とかほかにもいろんな梨園とかあるけどそ,のまあそこのみかん園は一応息子さんが跡取りでやってるけど本人は勤めてもいるから兼業なんですねなかなかその十分には手入はり入,り入りきれない感じがあるしあ他のみかん園のことはちょっとわからないけど。 ななかなかその世代交代っていうかね難しくて梨絵梨のところは全部梨切ったりとか潰しちゃったりとかねそういうところも結構効くしあの武道園のところもさえ大ばさんのところとかその後継者どうしようかとかそういう問題って結構効くじゃんだから何かね力になれることがあればと思ってまあ微力ながらやってるけど。 昔とその従業員っていうかの人手も違うだろうし、うん、常駐というか家族の人数とかも違ったり、うん、まあ奥さんはお勤め出てるとか、うん、本人も兼業だったりとかっていうのでそのやり方が農業のやり方が変わってきてるっていうのと、うん、まあライフスタイルもみんな変わってるだろうから。やっっぱりねなんかかこう体の作りっていうか、うん 忍耐力とかも全然違う気がしててあと誰かがおっしゃってたのは野菜を作る仕事って割と前かがみの作業が多いじゃんなんだけど果樹って手を伸ばして首を上に向けるような結構上の作業が多いから結構首とか腰に来られる方が多いらしくててだんだん高齢化してってる上に首と腰が痛いみたいな人が。 なかなか大変だって聞いたことあります、ねねうん、やっぱさ自分もこう前かがみになって野菜をなんか植えるとか、ね、取るとかだとまだいける気がするけど、ね、ずっと上向きながらなんかひたすらもぐとかって、うん、結構辛いだろうなって思っちゃった。 それをやっぱりね、続けなければならない理由もそんなになければ、まあもうやめようかっていうね、他に兼業で仕事しててさ、とかっていうに縮小するとかね、でもその土地どうするとかさ、いろんな問題が。まあね、僕たち自身には直接関係なくても、そういうところが全部潰してさ、ソーラーパネルとかになったら、なんとなく寂しい。そうだね だからその今回、私に声をかけてくれたおじさんもその島村さんのお母さんと仲がよくてお友達でやっぱおばちゃん1人でやるのは大変なんだよって言ってらっしてまあ普段あの表に立ってらっしゃるのは多分そうなのかな。 えっと、それをやっぱその今回、船田さんに声をかけてみたけど、うん、それでいろんな友達引っ張ってきてくれてみかんくれるんだったらこんな作業をやりますよっる言,、うん、言ってくれる人がたくさんいるっていうことはすごいいいことだっておっしゃってくれて来年の話すると鬼が笑うって言うけれどもうん、うん、来年もやるぞって言ってて言ました来年はそれこそあの結構そういうの好きなおじ様だから、うん、炊き出ししようかみたいなはい、はい、話とかもしててさ <laughs> す<ー> <laughs> っと ちょっと早いけどその場で豚汁とかしし鍋みたいなのを作ってうん、うん、食べながら作業っていうのでもいいんじゃないかとかうん、うん、あと今回子供もすごいたくさん来てくれたんですけどそ,それもにぎやかでいいべよって言ってくれるような人だったのでうん、うん、なんかであの今回ねその話あ私が。 いろいろお声かけた人がほとんど次の話になるけど里の輪っていう地域通貨にも加入してるメンバーだったからそのおじさんには里の輪の人たちにはこんな協力的な人たちいるんだっていうそういう捉え方もされたみたいで集団だからね来年もやるぞみたいな感じでなんかすごく好印象をお互いに持ってくれたみたいですよ。みかんプロジェクトですね なんかその先週もあのスタッフ先週のラジオでスタッフで共同作業をねできないところはみんなでやっていこうって話したんだけどもこのミカんの話っていうのは農場の話ではないけども、うん、あの地域でねうん、うん、そういういに1人とかその家だけではできないところをみんなで共同作業で手伝うっていうのはすごくいい文化だなと思って。 来年もぜひやりたいですねちょっとしたお祭りじゃないけどさ炊き出しとかさうん、うん、子どももみんなでとかやるとうん、うん、どん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 ん人が集まってきてうん、うん、やっぱり短期間で楽しく終わったりとかさうん、うん、いいことずくめだなと思っていいな。はい 炊き出し作りたいと思ったよ。炊き出し担当で。あのすっごいでかい鍋をめんなんか棒とかでこう混ぜて。ああいいね。あのでかい鉢混ぜたいよね。そういいねいいねまあゆめちゃんの想像してあれ二百人分ぐらいあると思う。二百人来てもらう。二百人。みんな鍋できたよ。そろそろ家にすべえ。マジで二百人来たらそうすぐ終わっちゃうね。小殺で終わるよね。二百人分 のもつ鍋ねあもつ鍋ねもつ煮みたいなイメーも煮じゃないんだせめてなんかしし鍋的な感じかと思ってたけど煮物まあいいですねできたら楽しいなと思いはいじゃあちょっと待って時間があれなのでもう次のコーナーに行きましょうはいよいしょそれでは次のコーナーに行きましょう せーの。より抜き手法,き手法このコーナーは毎週発行している農場手法の中から、一つの記事を朗読して味わいます。はい。はい。えっと、今週は。 皆さん割とツイッターはありました。あ、僕もかおりちゃんのか、うんうん、えっと研修生日記かどっちかかなと思って、えでお二人はかおりちゃんの方がいいでしたので、香、はい、りちゃんの方できましょ一致ということで。はい、これね、あのー、報告事項ですからね。かお <laughs> <laughs> りの農場ライフあれこれ、宿泊を飼っているやちゃんから聞いたのですが。 アクアリウム界の愛好家の間では、飼っていた魚や貝が死んでしまうことを俗に、星になると言うそうです。うちの姫谷氏がお星様になったとか。何が言いたいかというと、アクアリウムではないのですが、せっせとお世話をしていたうちのぬか床の愛称ぬかちゃんが発光と腐敗の狭間をさまよった末、<laughs> <laughs> ついに腐敗に傾き、星になってしまいました。 <laughs> 一緒に毎朝かき混ぜていた子供水みずきの「ぬかちゃんは?」の声が痛い <laughs> 原因はよく分かりません奥深いぬか,どこぬか漬けの世界結構面白かったのでまた気が向いたら挑戦してみようと思います香り <laughs> 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 残念年ですね。はい。まあ、想像ついてたんですけど。想像ただ。あの、いや、だって、腐敗に、腐敗に、一歩でも傾いたら、戻ることはないっていう話、多分ここでしたと思うんだけど、ゆっくりあ腐敗するか、一気に腐敗するかの違いなので。はい。お星様になりました。ね。はい。いいですね。星になるっていう言い方、すごくあの、んというか、あの、 悪い感じがしないというか、なんて言うかね、あの、そう、いいです。はい。悲しさも込めつつ、愛情も込めつつ。そうですね。よく言いますよね、あの、お星様になったとか言うので、でもそれをアクアリウム界ではみんな言うんですかなんかね、やっちゃんが、その、うち、あの、うっかり夏に海に行って、やっちゃんと子供たちで、それでうっかりヤドカリを4匹拾ってきちゃったんですよ。そしたら、 やっちゃんのそういえば昔ヤドカリ買いたかった熱がさあ昔買いたかったなんかねちっちゃい頃やっぱお友達が飼っててうらやましかったんだってっていうのをうっかり思い出しちゃってそこからもう一気にアクアリウム装置がうちに購入してきてね買ってたよでもやっぱなんだかんだうまくいかなくて途中ね3匹追加で入れたのよねしかもあの 水槽の苔を食べてくれるような有益な貝を山ンで買い入れたんだけどすぐにお星様になっちゃったの3匹のうち2匹がもともといた宿ら4匹は ?4 匹は今ねつい先日もまた1匹お星様になってしまってもともと4匹いたのが今2匹で追加で1匹入れて今3匹3匹であの。 でもあの世界の生きてるわけでは頑張ってくれているすごいと言えばすごいじゃないでもやっちゃんがね悲しそうなのヤドカリって何食べるのヤドカリはわかめ食べてるよよく そう乾燥わかめでもやっちゃんで乾燥わかめそのまま入れたら塩分濃くて大変だと思うとか言って確かに塩抜きしてすげえでも水槽中ってさ塩分調整とかしてんのしてあるしてあるあの海水と同じ塩分の抜かいかるの 3%かえわかんない。多分、セン3%ぐらいだと思う。まあ、だから別にいいんじゃないって思ってんだけど。ちょっとその3%が3.1%、2%になることを懸念してると思うかなナーバスになってるんじゃないかな。もう一匹たりとも星にしてはならぬっていう。そうだね。うん。最初ね。弱らいそうそうそう。弱らいして、水戻してからあげてるよ。とか、あと金魚の餌。はいはいはい。 しかも浮くタイプじゃなくて沈殿タイプっていうのがあってヤドカリはそんなやっぱね上まで上がってこないので下に落ちたでもすごいのびっくりしたんだけどヤドカリってもうね食べ方汚くってもうびっくりするよもうちょっとちゃんと食べたらいいのにって思うぐらい食べながら食べながらくそうだからなんかもうもったいない。なんか 綺麗に食べきらないってこと損してる。ドカりは損してるよ。<laughs> 目の前に食べ物があっても、<laughs> うん、もうなんていうの多分ね、食べたら半分は吐き出してるのね。食べながら、食べて、食べて、パーってやってるから。 多分それであの他のもっと小さな動物に分け与えているのかもしれないけれども彼らららはそれでいいなかかね水槽だ海じゃないからねちょっと大変でそれで水槽の汚れを食べてくれる生物をちょっと導入したんですけどなかなかうまくいかずで。 一匹今、シッタカガイがいうのが、うん、あの水槽に生える苔を食べてくれるやつだけが今、なんとか生き残って、うん、あと残り、うんえー、元から拾ってきたヤドカリが2匹頑張っています。ちゃんのね 生き物ぬか床も金だからね大きく分ければこの前も話したけどうち冷蔵庫に入れてあるって言ったじゃん冷蔵庫の野菜室に入れてあるんだけど最近もう結構外の気温が下がってきたから農場の野菜をわざわざ冷蔵室に入れるっていうのがなくなってきたのねそうすると開ける頻度が減るの忘れるの。 もうね、常にあまた山脈コーがこんなに張ってるっていう状態を。<laughs> 冷蔵庫で物が腐る現象じゃん。うんうん、そうなのそうなの。うん、それでうちのぬか床も結構やばいんですけど。 三膜酵母ビシシ白いのが生えた状態であーって取ってまだ大丈夫うん三膜酵母はねいけるよねまだいけるいける三膜酵母はちょっとだったらもう混ぜ込んじゃうしあの一面ビシャーってなったらそこ上だけ取って三膜酵母って白っぽいやつ白カビっぽい白いやつあの味噌とかにも付いちゃうとかなそう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 全くあれあれをよく ってますだからうちのぬか床は減る一方で足さなきゃね足さなきゃねしないといけないしね手作りしょうゆとかにもねちょこちょこいるやつうまくねまあ大丈夫なやつだなんか生き物買ってるかなうち自分動物は買ってるけどねそういうことじゃなくて星になったものいるかなと思ってそうね星になったうちまだ星になってないんだけどうち あの微妙な生き物たくさん飼っててお迦<え> <laughs> さんっていうかうのあのお風呂場の雲の話したっけしたしたしたうん、うん、お風呂場でうん、うん、これもやっちゃんと子供たちが雲飼ってるんですしかも草雲か小草雲っていうタイプの雲でうん、うん、よくあるね よくあるの巣スパイダーマンが出すような蛛の巣あるじゃないああいうんじゃなくて不織布みたいなすごいキメの細かいあれね電球の脇中にさあ膜みたいなやつそうそうそうそれでその膜みたいなのでなんて言うんだろうその袋繭みたいなのを作ってその中に隠れてるんでその膜みたいな不織布みたいなネットというか。 巣も粘着質があるから、粘着力あるから、そこに落ちちゃ、落ち込んだちゃったりとか、その止まったりしたやつを食べるクモがいて。で蜘蛛太郎と名付けて、せっせとやっちゃんは家で出たちっちゃいゴキブリとか。あのかまど馬とか、与えてたの、夏の間温室育ちになる。 <で>お風呂だしそのお風呂の小映えとかも最初すごい撮ってくれてはい、はい、で彼の偉いところは他のクモは食べ散らかしたやつを下にポトポトポトって落とすから汚いんだけど,ど、ね、そのネット上の部屋の中の一部分に引き込んで食べるからゴミ、うん、が出ない。うん、ということで。 私もなぜか許容してしまって父はそんなに虫がお得意な方じゃない,ゃない全然好きじゃない <laughs> なんだけどみんながそうやってうん、うん、もううちの中で出た虫をすべてクモ太郎にあげるとかって,言ってあげてたからうん、うん、飼ってたんですよそしたらえっとある日クモ太郎が その巣の一番奥の方に潜ってしまってそこから動かなくなってああ、もうこれは死ぬんじゃないかとそもそも越冬しないんじゃないかと星になるんじゃないかと思ってたらやっちゃんがいや、どうも違うもしかして卵を守ってるんじゃないかって言い始めてそもそもくも太郎じゃなかったのって言ってくもみと名付けました。 くもみがくもみが卵を守ってんじゃない仮説があってのそうなえっ雄どこよって言ったらそんなの見たことないし2人で住んでる気配もなかったからでもどこからか入ってきてだったのかもしれないって言ってそっかじゃあもうすぐくもみも死んでしまうんだねって言っていたの一昨日いぐらいにくもみが。 また新たな面に巣を張り始めまして<え><え>勢力拡大し始めたの居。ちょっと待ってくもみどういうことだ <laughs> なんだそうなって星になるかなって思ってたけどあれまさかの復活っていう,う <ん S 3> ちょっと今そういう状況ですねう新しい展開がそうなんだえ でもずっと一時期そこで何かを守っていたのねそれはその何重にも不織布みたいなののちょっと奥にあるから何かがあるんだろうけれどもそこに何があるかはちょっとわからないけわだねもしかしてその卵とかがあってで、その何かの準備のために新しい住居を構えてるっていうこともありますよねそしたらさ1回で多分200匹ぐらいもらいすした すごいね。どうしたらいいのかわかんない。負けたらじゃないみんな。佐藤マで佐藤マで募集して。佐藤や募集。佐藤や募集。お風呂場に雲がすっごいいたらさ、流すよね全部ね。流すね普通ね。どうしようと思ってるんです。どうしたらいいかな。おやばいも見ればなんかそのいうのの見たことあるから。あるある。あるかもね。やっぱり勉のところとかにいるかもしれないね。なんかあんまりその。 ねえあの家の中にはあまり入ってこないタイプの雲だと思うんだけどなぜかお風呂場の,そのしかも入ってちょうど真正面のちょっと左側の壁のところに、うん、いい,いよすごい目につくところにすぐ作ってしまって毎回入るたんびに気になって気になって仕かなかったんだけどうん、うん、なんか愛着なんて慣れとはすごいものですね。今じゃもう あれ見どこっていうただいま,ーただいまーみたいなお風呂入る時に「あどうも」みたいな感じなの <laughs>、うん、なんか雲って結構かわいいよね糸雲っていうのかなわかんないんだけど名前正式名称すっごい足が細い。

ク雲類の仲間やから、もうね、やっちゃん、雲が好きすぎて、あこれ、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 そう、これね、あれね、やっちゃん、雲が好きすぎて、やっちゃん、クモが好きなんですよ、タランチュラとか好き。それで、今、やっちゃんのフォローが今入って、ちょっと聞こえて、この話題が聞こえてたから、今のは雑踏虫です、それはって、教えてもらった。 子供もなんかねね気になななる存在みたいい感じで可愛よんか、うん、あとまあ全然可愛いとかじゃないんだけど、うん、前に話したかな私あの G の出産に立ち会ったっていう話 <laughs> どうだったかな路上、うん、で話したのかラジオで話したのかちょっと忘れちゃって、うん、まあ,あの重複してたらすいませんなんですけど、うん、なんかまあね G っていうのはもうほぼ共存状態でまあ主に夏を中心に年中出るんですけど、うん、なんか。 まあ多分前ラジオで話した通りうん、うん、私はもう殺さないようになったんですねた、うん、<laughs> だ、別に近寄っても欲しくないのでしっしーみたいな感じではあるんですけどうん、うん、そのジーが、まあ、たまたま洗面所で出てですごいおとなしくって、うん、どうしてんだろうなんだろうなと思ってうん、うん、しっしーっとんとんってやってもうん、うん、どかないんですよ普通、とんとんってやったらどっか行っちゃうでしょどかないなと思ってよく見たらお,腹あのお尻から卵出てて散乱してて。うんうん うわーっと思って、うん、で前に G の卵見たことあったんですけど、うん、ま知ってる人はいると思うんですけどちょっとこう黒っぽい小豆みたいな細、ね、長いやつなんですよね,よね、うん、じゃなくてお尻から出てるやつ白いの白いのそうそうなんですよえじゃああれ乾くと みたいなにななっんかこうねちょっとこう空気に触れて時間が経つと多分降下してくるのかな硬いんですけどちょっとやっぱ神秘的というか何でもやっぱ出産っていうのは同じ母としてなんかこう見守る体制に入っちゃって最後まで見てたんですけど最後まで見届けて召しましたお星にしましたけど。やっぱね 直のって動き弱いよねすごい弱いすっごいなんかもうなんていうんだろう全然いつものすばしっこさがなくあれは誰でもねお星にしやすい感じですでもちょっと自分とかぶるものもあってあっ産後のなみたいな感じでちょっと気持ちがね揺れたんですけどでもここからね何百っていうことを考えるとちょっと先に手を打たせてもらおうと思う うん、はいお星になってもらいましたでは次のコーナーに行きましょうでは次のコーナーに行きますせーの「いばっちの雑感コーナー」 このコーナーは遊戯農業歴十七年の茨木さんがどれだけ傾いているのかを楽しむコーナーです。<や> <laughs> 傾きとはその人が生きた証、人生の軌跡です。どんどん傾いていきましょう。まあ遊戯農業ってあるかもね。<laughs> なんかちょっとあれね、<laughs> ちょっとね、縄張ってたね,ねないじゃん。ん<何>遊戯農業の業、十七年の茨木さんのとこがだんだん、ね、茨城っぽくなってきましたね。はい、そうなんですよ。まあそ茨木からね,からね農業といえばね。なるほどね。<laughs> うん 僕はあの今週ゆめちゃんがあのゆめちゃん紅白やると思ってて、はい。で、うん、でもなんかやらないっていうことが昨日、ちょっと私やってね、うん、考える余裕がなかったんですよ。で、はい、<laughs> 僕も雑貨何も用意してなくて、<laughs> それで急遽ちょっと雑貨じゃないんだけども、うん、えっと僕のあの好きな絵本を紹介するコーナーにしようと思って、なるほど。はい。いばちの絵本紹介コーナー、はい、そうなんですよ。 で絵本って、はい、まあ子供がいるから読むんですけどうん、うん、なんかこんなに本を同じ本を読み続けたことって人生でないなって改めて思っててる次第です<れ>結構、絵本って面白くてくて。 奥深い。その子供に読んでても自分が好きな絵本って、結構出てくるじゃないですか。この絵本なら寝る前読む読むけどこれは嫌だとかあるね。そう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 。親がね。親が。そう。あと単純に物語じゃなくて絵とかそういうのも入ってくるし。そうなんですよね。それで僕分類するの好きなので絵本も分類してきたんですよ。はい。と六個ぐらいカテゴリーが考えられて僕の好きなあの。 僕の好きなやつを無造作に10冊ぐらい選んだんですけどなんかジャンルが被るなっていうやつがあってストーリーが楽しいやつと風景を眺めて楽しいやつとなんか作ってみよう系別にお菓子を作ってみようとかでもいいんですけど何かを何かしてみようみたいな。 あと生きそれこそ今さっきの生き物を飼ってみようみたいな生き物観察系のやつ生き物にフューチャーしてるやつね<う>、うん、あと乗り物とか機械がいっぱい出てくるやつそれとあと一緒に遊べる読みながら子供と一緒に遊べるっていう絵本がカテゴライズされたんですよ僕のではなるほど,なるほどでは全部ちょっと紹介すると時間がないので、うん、なんかストーリーがちょっと持ってきたやつ全部紹介もちろんできないのであ ストーリーが楽しいやつは、ね、今持ってきた絵本が本当に10冊以上目の前にずらーっとストーリーが楽しいのはい、うん、まあ全部ね動物が人間が主人公っていわれてでれもいいですね,いいですね11匹の猫は11匹の猫じゃなくて11匹の猫と変な猫っていうやつがあ,るんですよあ,あれが宙船のやつね、うん、そうで11匹の猫はみんな結構子供の頃知ってる読んだ人も多いかと今よくいただく絵本で。うん ノラネコ軍団っていうシリーズがあるじゃん。あるね。ノラネコさんね。そうあれも面白いんですけど、あれは多分あの人多分十一匹の猫が好きで、あの自分で絵本を書き直したんじゃないかと思ってる。じゃなんかどう思ってます。これやっぱ土定番ですよね。そうですね。十一匹の猫、ババのボルさん。ちょっと音ボケ系の猫たちの。で変な猫っていうのは、なんか宇宙人の猫がやってきて、なんだあの猫あの猫みたいなにゃごにゃごとかつって。 皆、えー、さんいい人みたいな感じでちょっとうまく説明できないけど、うん、なんか10匹の猫って結構間抜けというかみんなで団結して、うん、え失敗するようなことをするんですよねその様まが間抜けで楽しい、ね、これ多たぶん野良猫軍団も多分共通してるんですよ、うん、ね確かにうん、うん、これ読んでてすごく楽しいなと思いました。うん、はい かかここななんん言いたいいたとああありますかます、あ、でもももちいちゃんも知らないのもあるのる私はね,ねこの中だと「ドロンコハリー」ぐらいしか読んでことないかな。「ドロンコハリー」楽しいよね。うんうん「ドロンコハリーもた」も多分すごく昔からある有名な本だとこれ,、ねね、これは海外でジーン・ジオンさんっていう方が書いていて白地に黒のブチがついてるハリーっていう犬がお風呂が嫌いで抜け出して外でドロンコになってきたら。うんうん あの家族からハリーだと分かってもらえなくて、うん。うん でどうやって自分かっていうのを頑張ってね、証明して、で最後に大嫌いなお風呂に自ら入って、ハリーだみたいな感じになるっていうね、ドロンコネーで帰ってきたときは、家族、誰も気づかなくて、なんだあの犬、ハリーに似てるけど、なんか違うとかって、家の中に入れてもらえないみたいなね、定番っていうの絵本なんですね僕はこれのパロディで、ハリーとハディっていうのを作ったの知ってますか知らないです子供にせがまれては絵本作家 でもあすごいのじゃちちゃんにぜひすごいよよかったハリーは田んぼとか畑とか傾斜とかであちこちで遊びまくってだんだん白かった犬が黒くなっていくんですよそれはページの左目にずっと描かれていて右側はずっとハディさんが登場してハディさんはひたすらお風呂に入ってるだけなんですよハディさんってうちのスタッフのハディさんですけどハディさんお風呂好きなので。 で最初、服脱いでシャワー浴びて、湯船に浸かって、ただずっと、ハリーが左のページでいろんなことをして泥だらけになって遊んでいってる最中も、ハリーさんはずっとお風呂に入り続けてるんですよ。シャワー浴びたり、湯船に入ったり、洗ったり、いろんなこ,うことはあるんだけど、全部お風呂の中の話だね。 どの子ハリーの本編でも真っ黒になりすぎたハリーはしゃあないと思って家帰るじゃないですか僕が作った iPhone でもハリーは真っ黒になったんで家に帰ってお風呂に入ろうと思ってバーってお風呂に飛び込んだらどうなったかっていう楽しいお話なんですよどしかもループものになっててなんか話が最後最初に戻るみたいな話あるじゃないですかそういうちょっと仕掛けもあってですねあら今度じゃあぜひお風呂に入っていたハディさんと。 飛び込ハリーがぶつかって、中身が入れ替わっちゃうかなそれぞれ全く別個のストーリーで進行してた、左のページと右のページは、何の関連もなく、どんどん進んでいくんですけど、最後には交錯して、何かが起きて、世界が交わるんですよ。結構すごいよね。結構いいですね。それいいですね。入れ替わりに一票結構絵本考える楽しいっててて <laughs> うん、という、これ、ストーリーものですね、うん、ちょっと、まあ、でも言わなくてもいいいね。僕があいつで、あいつがと、まあ、全部、ちょっと紹介できないので、うんうん、なんか、作ってみよう系で、僕が今、すごく好きなのは、うんうん、この彦山さんと魔法のじゃがいもっていう、これ、子どもの友って言って、保育園で配られる絵本なんですけど。 だから保育園によってはねね多分ね市販はしてない可能性があるのでそ,、ね、そんなに有名じゃないと思うんですけどす、ね、なんかイノシシの彦座さんっていう人が出てきてうん、うん、なんかじゃがいもをもらうんですよ、うん、なんかクマアライグマさんからでなんか10個ほどもらって、うん、これ、植えたら増えますよって言われて持って帰ってくるんですけど食いしん坊なので、うん、植えたそばからなんか芽が出たかな芽が出たかなって気になって掘り返しちゃうんですよ。 奥さんはなんかあれは思った通りの食いしん坊さんね、あなたみたいな感じでじゃがいも料理を作ってくれるんですよ。10個植えたうちの3個芋持って帰ってきて次、また待ちきれなくなって3個掘っちゃって今度は芽が出てるんですけどもう掘り返しちゃったからまたあらあら筋金入りの食いしん坊さんね、あなたみたいな。でこのポテトサラダ作ってあ、ふかしい芋かな作ってくれて今度また掘ったら芽が出て葉っぱが出てるやつを掘っちゃって。 で、とうとう最後一個しか残っちゃうな。一個しか。ああ、残念。そう。うん、で、とうとう自分でホーるなって看板作って。で、掘るな、いじるな、えー、食いしんうん食いし、辛抱しなさい食いしん坊とか自分に向けて看板をね、うんうん、最後残った一つの写真を。けない。けですお断りって。<laughs> <laughs> <laughs> そう、それ入るべからずとか自分で看板作ってうん、うん、だけど最後の子に行くだけは守り抜くんですよ。ああ、偉い。それで、 うん、ちょうど葉っぱが黄色くなった頃に掘り起こしたらじゃがいもが10個出てきて、うん、でちっちゃい子供のやつも23個取れて、うん、であよかったねと。 で食べてしまったじゃがいもが戻ってくるなんてやっぱりこれは魔法のじゃがいもだって喜んで終わるというすごいですね可愛い農業の神髄をついてたりするんですねそうそうそう農業農業ってこういうことっていうのをメルヘンな世界で表現してるうんいいねこれすごい楽しい今回紹介した本は後でインスタグラムであげておきましょうねそうですね あとこのもぐおばさんのすももジャムっていうのは、これ,ね、これなんかね、まね里のでもらったんですけど、うんうん、なんか作った人が八郷の人のなんですよ。そうなんですよ、ね<ー>ね、その西島美智子さんっていう人が、なんか調べた、あれどこになってたったけあれかな、表紙、あれか、あのペラペラの表紙に載ってたんやな、うん、経歴が。もでも、八とに住んでた人らしくって、もぐおばさんのすももジャム。 モグラのおばちゃんが、すももが落ちてきて、それでジャムを作って、うん、みんなであの最後、あね、ジャムパーーティーすジャムを作るところとか、結構、その絵がね、うん、いいね、うん、んみんなでぐつぐつおいしいものを煮込んでいる感じが。このなんか、このすももが溶けて、このほろほろになった感じとかいいですね。 ジャムを煮るってすごい幸せな家庭じゃない家庭っていうかその時間ジャムを作ってる方においもいいし14匹のネズミのシリーズとかもちょっとこれに近い餅つきのやつとかおまんじゅう作ったりとかしてお月見団子とかね絵が綺麗だねあれも多分すごく人気でたくさんのシリーズが出ているはず。ああれは僕の 風景を眺める絵本に <laughs> あ、書き込みがすごいよねすごいあれはね、うん、本当にあに低い目線で書いてるなっていう感じの絵本ですね,ね自分自身ですよねモコバさんは多分売ってない可能性が、うん、あれでもねうちの子の保育園に置いてあったよ、うん、あそうなのだ、うん、から有名だとは思う、ね、うんあとまあ時間の、まあ、10分かまだいけるか さっきの話だったらなんダンゴムシを買うダンゴムシの生態が詳しく載ってる絵本とかなんですね目線かミミズの絵本とかミミズの不思議はすごい面白いよね農場にあってあれは全部写真の絵本やけど今ちょっとすみませんこれはダンゴムシの話しますけどダンゴムシが出てきて。 なんか僕たちはその山の中よりも街の中に住んでる確かに確かにコンクリートとか石を食べるからだほうほうほうだからコンクリートブロックとかどけると,といるよねあれは食べてたんだ食べてるそうそうそう,そう知らないことが意外とあってね、うん、身近なダンゴムシにそうでアリが出てきたらなんかくるんって丸くなって、うん、守れるんだけども、うん、なんかカエルとか鳥とかには出てきたらそうそう食べられちゃうううん、うん だけど体は丸くできないわらじ虫ってやつもいるんだでも自分がはベンジョムシって呼んでたわ特にそのキャラクター化はされてないんだけども生体を生体をねすごいねこれかなりあの絵が切り絵みたいな張り絵なのかなすごい柔らかい感じだけど結構リアルで可愛いね脱皮がある一日は前半分を脱皮して 次の日に後ろ半分を脱皮するらしい何皮は食べるのかなそう、皮も脱皮した皮も食べるんじゃないでも脱皮した動物って結構食べるよね多分、栄養価があるからへで交尾して、交尾シーンも描かれてるけどこれ産卵のシーンすごいよねさっきの中、ジーの話が出てくるなんかすごいな、これ生々しいよねちっちゃい、白いうん。 卵だね卵をここに持っててそこから抱えてるのが産みっぱなしじゃなくて守った状態で卵を産んでお腹の下の薄い膜の中に卵を産んで育ててるらしい結構なんかうわって感じだなだんごむしは昆虫じゃなくてカニとかエビの仲間なんだ節足動物ですねそうだねで冬は節足はい節足動物で合ってるはずですそうなんですかはいはい えー、落ち葉の下にみんなで丸まって寝てる。うんうん、で、なんか、えー、何やったかな、僕のこと飼ってみないって最後提案してて <laughs>。<laughs> <laughs> そして、僕たちのこと飼ってみないってプラスチックの容器に土を入れて、その上に枯葉を置いて、そうそう、石かコンクリートのかけらも忘れないで入れてね、みたいな、とかいう感じで。うんうん、で、秋の終わりになったら、 君が僕を見つけたところにそっと返してほしいなと、冬はやっぱりみんなと一緒に過ごしたいからねって,言って、うん、じゃあねーって言って帰っていくという、うん、こういうのも結構僕は好き大人が見ても結構知らないから楽しい、ねうん、勉強になる、ねうん、勉強になる絵本。うん、っていう感じなんですよ。うん、ちょっと家から持ってきたのでね、ちいちゃんって、ね、全然分からない絵本ばっかりだと思うんですけど、ゆめちゃん、なんか。 私好きなのはああでもこの2つすごい好きだなあそうはい「かな、えっと、と山のお宝」と「友達を助けたぞ」ああすごく好きです2つともこれってどっから来たんかなこれはお姉さんじゃないかなかはいそっかそっか「かなと山のお宝」っていうのは、うん、確か保育園のリサイクル絵本でもらったやつかなんかなんですけどきのこ狩りの 本なんですよ。で、まあ風景が結構まあすごく馴染みがあって楽しいんですけど、ああなんか今ぺらっとめくってくれたのが稲刈りのそうですそうです稲刈りのシーンぐらいから始まって、バインダーでね、バインダーでバインダーでやってるよ、ハしてるっていうコンバインじゃなくてね、ダダダダカシャってやって、でパザザトントンってハザカケしてるんですよ。パザザトントンっておじいちゃんがひたすらハザカケして、こう。 田舎でした後にちょっとおにぎりとか食べお茶して田んぼでねそしたらお父さんが山の遠くの山見てもうすぐかなもうぼジぼジがなとつぶやきましたっていうシーンで何か思わせぶりですねでまあ朝起きたらお父さんがいないと娘が気づいたんですけどお父さんは終ってたらキノコ狩りに行ったとで私も行きたいって娘がせがんで おめえ、早く起きれるかみたいになって。起きれ書いてあるのね。そうそう、あ、そう。どうすらっかなって、神奈川がどうすらっかな早起きできんなら考えてみるかなみたいな感じで。そうそう。しょうがねえもんだな。みんな一緒に行くが、寝坊してなんでちゃんと起きろよって。私、結構この本読むことが多いんですけど。なんか、アレンジがすごかった気もするけどね。俺もやけど。はい。 「でなんかメタしろよメタメタ<う>メタ飛んでこいよ」メタ」っていうのは早くってことみたい、えー、な注釈ついてるんですよ、ね、方言に、うん、でも軽トラに乗って、うん、お姉ちゃんと弟が、ね、お父さんと「うんうん 行くんですよ山道を行って鹿とかに小動物に出会って山の中に足を踏み入れてお父さんに「キノコは一体どこなの?」って聞いたら「そうだ」っつって落ち葉の持ってるところをされてで取り方とかも「優しく取れよ」みたいな感じで「来年も出てくれるようにな」って言ってキノコを取っていいね今ちょうど見つけて優しく取ろうとしている姿が書かれてるけど。 かい,ね、いいでしょキノコ狩りってしたことないから、うん、こういう感じなんだっていうのも、まあ、しそ,れをでしそれを知ったっていうのもあるし、うん、まあ風景がねすごく美しくて可愛いんですよ。いろんな動物が出てきてそ、うん、のまあキノコっていうのがあこのタイ本のタイトルが「かなと山のお宝」って言ってかなっていうのは主人公の女の子で山のお宝ってキノコのことなんですけど。うんうん きのこを山のお宝って表現してるのもすごく素敵っていうかカナと山のきのこ狩りじゃないんですよね、うんうん、でも見て見て見て、ね、軽トラにすごいいっぱい <laughs> 栗とかそう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 きのこだけじゃなくて、うん、そのいろんな木の実もお宝っていうことで表現されてて山の宝って。 いいなと思ったんですよ。花はコシビックを荷台に乗せると山の方を振り向いて言いました。今日は山のお宝を分けてくれてありがとう。みんなの分も置いといたからね。と。そういう感じですね。そう、取ったやつを多分集めて森の動物たちにありがとうって。半分はありがとうって。半分はみんなで食べてね、みたいな感じでね。い。で、お家に帰って、キノコとか、栗とか、そういったものをみんなでこう見てわーって喜んで、 でお母さんが「じゃあ今日は栗ご飯ときのこ汁にしても食べようか」なんて言って最後のページでは「ご飯もきのこもおいしいね」とカナは言いましたそして来年も山のお宝取れるといいなと思いました。 っててなんかそのかなちゃんが栗ご飯を食べて目をつぶって、目をつぶってる後ろの背景が山なんです、もう紅葉したきれいな山だね飛ばしてるんですよね、飛ばしてるね、もう来年のみかん狩りみたいな話、芋煮が見えてきたよ、そうなんですよ、なんかちょっとなんていうか、ギャグ漫画チックっていうか、絵もね、それは可愛いんですけど、なんかすごくね、多分かなり古い絵本だと思うんですよ。 いいですよ、これ。いいですね。素敵です。これも多分なかなか買ったりはできないかもしれないですね。うんうんうん。じゃあ、なんかいい流れなんで、ご飯のコーナーに行きますか。あ、はい。いや、絵本について、もうちょっとなんかしゃべ、ありますか。あ、なんかおすすめの絵本とかあったらね、ぜひ。それも教えてください。うん。うん。もう絵本の世界は奥深いというか、めちゃめちゃあるだろうし。ね。はい。私書いてますとかね。絵本。 こんななな絵本を書きましたそ<ん>な <laughs> なかなかでも確かに絵本って、えっと、私子供が生まれるまではあんまり読まなかったっていうかちっちゃい頃に読んだ記憶はあるけど子供が生まれて読むと、うん、あこんな絵本もあるんだっていうすごい発見があって、うん、やっぱり今みたいに知らない学びがあるっていうのもあるし。うんうんうん あと私たちが子供の頃読んでた本が今もスタンダードで読み継がれてるっていうすっごい息の長いのもあったりとかして結構奥深いよね,、うん、いよね松谷美代子とかそう松谷美代子さん<ー>あと私白熊ちゃんのホットケーキがわりと好きなの<ー><ー>かなあ違うか和歌山豊さん和歌山県。和歌山健さん和歌、うん、山健さんそしたらこの前えっと郵便局行ったら、うん あの絵本シリーズみたいな、うん、切手の結構シリーズでいろんな図柄があるよね,ーんるでねシールキーがあれがちょうど白熊ちゃんのホットケーキでうん、うん、あこれくださいついつい懐かしくて手に取っちゃうみたいなあ,<ー>ありますね。う 昔からのね、グリとグラとかもそうだね。グリとグラもホットケーキ作るんだよね。あれカステラって言ってるけどさ、ホットケーキだよ。こら。としたらでかいからね。皆さんもハリーとハリーで一発。パロディやっぱ厳しいよね。そうですね。じゃあ次行きましょね。はい。じゃあ最後のコーナーに行きましょう。せーの。 野菜ソムリエ夢子のあれが食べたい。のたいこのコーナーは野菜ソムリエの私夢子が。農場の野菜や卵、お肉を使って作った美味しいご飯について語ります。はい。はい。今日も美味しかったです。今日美味しかった、ね、ですね。いいすねはい、カレーで。うん、今日はもう雨しとしとで。 気温もだいぶ低く寒,いよ、ね、寒くてなんか、うん、昨日ぐらいからカレーモードだったので私の口がカレー作ろうと思って決めてたんですけどあのー、多分前カレー作った時もあの本ある本を参考にしていてああ言ってたね、うんうん、で今回もその本を参考にして作ったんですけど「うんえー、南インド料理店総料理長が教える」 い分本本格インドカレーっていう本なんですようん、うん、でこれ会員さんから送ってもらってスパイスカレーの本になるんですけど、うん、めちゃくちゃ簡単であの本格的な味が出来上がるっていう本なんですよ。うんうんあのね、今日食べてみてすごい本格的なんかそのお店とか行ってうん、うん、あ出てきても、ね、あこういう感じですねっていう、うんうん、そういうお味だったのですごいなと思いました。 ですよねうん、うん、どれを作ったんですか、これはあのベースのマサラっていうもの、まあ、カレーの元みたいなのがあるんですけど、うん、それを作って、でそれプラスあのあのレシピっていうのは、例えばお肉を混ぜるとか、お魚の缶詰を混ぜるみたいな構成になってるんですね。で、今日はこの基本のマサラを大量に作って、残ってるってことままだもうちょっとありますねうんうん、うん プラスお肉と人参を混ぜたっていう感じのカレーでそのお肉と人参のカレーっていうのはないんですよでマサラから私がちょっとアレンジしたっていう感じになりますマサラをたくさん作ってそれにいろんな野菜を少し多めに入れてっていうようななんかすごい基本の基本って感じなのかなそうですねそのマサラっていうのはいわゆる玉ねぎとにんにく生姜、油お塩トマトの水煮缶みたいな。 とスパイスミックスを入れるんですけどスススパイミックは何を入れるかがポイントじゃないですかスパイスミックスはこれも本に載っていてどういう割合でスパイスを混ぜるのかっていうのが載っててコリアンダークミンターメリックとあと辛み唐辛子とかなんですけどそれが5対1対1対1ていう割合で載っていてコリアンダーが一番多いんですよちょっとびっくりしたかな。本当 びっくりというかそのうちだとやっちゃんもスパイスカレー作るんだけど、うん、やっちゃんは割とクミン多めが多くてコリアンダーはそんなにっていう感じだったからでもコリアンダーが多めのやつ食べてみたらすごい独特の爽やかさがふわーっと広がってああおい<ー>しいもんだなと今日思ったふわしてるやつもコリアンダー5でクミンが2で、うん、2> あとターメリックと唐辛子とあと胡椒がえっが111で全部で10って感じ。 これ全部したですねクミンが少ないんだなって今思ったのこれクミンちょっと多めっていうのはあるよねクミンっていわゆるカレーっぽい香りですからね私は全くスパイスカレーをこの本に出会うまで自分で作ったことはなかったのでデビューはこの本でさせてもらったって感じなんですけどにこの本にさせてもらったんです はいなんかまあ、農場ってスパイスカレー作れる人っていうか、うん、作ってる人たくさんいるので、うん、私はお呼びでないって感じだったので、うん、全然自分で作る気が起きてなかったんですよ。うん、な,んかなんとなくこの本をもらってかおりちゃんが多分この本で一回作ってくれてるんですよって、うん、それが超美味しくて、うん、で簡単だったよって言ってたんで本を開く気持ちになったんですよね、うん、で見たらめちゃめちゃ簡単。うん 使ったスパイスは粉のやつなの、それとも引いたの?。粉です。はい、これの本を送ってくださった会員さんが。スパイスも一緒に送ってくださって。なんとやっぱりおごしめしいと思って。粉の方が使いやすいよね。そうですね、まあ、もちろんね、行って引いた方が香りなんて、なんていうのはいいとは思うんですけど。十分美味しかったよ。うん。 十分、まあ、美味しさだったと思います。じゃ、その玉ねぎと生姜とニンニクと油とトマトをぐつぐつ煮込んだところに。そのミックススパイスを入れて。うんはい、で、たものがマサラと呼んでいると。そうですね。そこにお肉と人参を。 入れるっていう感じです。入れたか、炒めたところに入れたか。そうそう、そんうん。まあ、多分、そんなに、なんていうの、厳密なルールはないみたいな感じで。やりたいようにやってっていう感じなんですけど。すごくいいポイントは、なんか、いわゆるカレーを作る時って、炒めたマネギを作るんですよ。その。明瞭になるまで、じっくり。一番、やっぱり、ハードルが高いというか、時間がかかる。ので、面倒くさいなって思ってる人が多いと思うんですけど。これは、玉ねぎを弱火で5分だけなんですよ。あ、そうなん。なんてた ああって感じじゃないですか?いいすね。ここがやっぱりすごくこう、楽なポイントで、ね。えー、でも、うんうん、その炒め玉ねぎ、飴色玉ねぎじゃないのに、うんうん、めちゃめちゃ美味しい。なんか、その。 同じスパイスカレーとかインドカレーとかでも飴色になるまであ、うん、色を超えてもっと濃い茶色になるまで炒めますっていう人もいるので限界を超えても大丈夫かなってなるまで炒めてください <laughs> 大丈夫ですからみたいな確かにそれの香ばしさというか奥深さみたいなのあると思うけどうん、うん、今日のこの,あのちゃんと食感が残ってる感じもすごいいいなと思ったありじゃんありありありすっごくあり 私はこれ以外作れないと思いましたね。すっごい美味しかった。弱火で五分してる間って蓋はするの?。蓋してます。だから、こう水分がどんどん出てくるみたいな。蒸し焼きみたいな。油も、まあ、結構使っているかな。油と生姜とニンニクと玉ねぎで。じっくりと蒸し煮って感蒸し焼きみたいな感じなんですけど、その五分経ったやつに。 調合したスパイスとトマトピューレを入れて強火でガッとやって終わりみたいな簡単やねそうなんですよこれを作っとけばね冷凍とかもできるみたいだしすごいお味がね本格的で美味しかったですそしてね ご飯がねターメリックライスを作ってくれたんだよねそしてこの本にももちろん載っていてターメリックライスも前やっぱりかおりちゃんが合わせてターメリックライスを作ってくれててなんかやっぱ格が上がるっていうかなんか変わ気分がねうわなんか今日特別みたいなそう全然違うじゃないですかでこれはやらねばと思って作りました ちょっとパサなんていうかさいい意味でねなんかパサッとするご飯が水はでも少なめにはしてるだからかなうん9合炊いたんですけど8.2号ぐらいのお水でそれでかなここにも通常の9割ほどの水加減にって書いてあるのでそれは気をつけてでバターが入ってたりとかターメリックが入ってあとお塩も入ってるんですけどなんですかねちょっっととやぱバターが入るこで 水分は少ないけど、コーティングされてるというか、しっとりしているみたいなところはあるのかもしれないですね。うんうん、美味しいよね。美味しかった。レーズン入れたりとかね。そうなので、ゆめちゃんのすごいところは、あ、あの、今日はね、お昼は子供いなかったけど。後で子供が食べるであろうっていうところを見越して。最初のそのスパイス炒めるところには唐辛子入れてないんだよね。あ、そうですね。で、唐辛子は、えっと、唐辛子。 の粉末のパウダーがチリパウダーが食卓にどんと置いてあって辛みは自分で調節でっていうあこれみんなの分作って食べやすい大人はそこにチリパウダーをわーっとかけ辛いのが好きな人いっぱい入れればいいしねそこはね農場ザクッとしてるんであとねレーズンも置いてあってレーズンも好みでかけて食べてすっごい合うね合うね ターメリックライスと合うんだよね、うん、またねうん、うん、合う、うん、たまらないですいで,す、ね、でちょっと付け合わせにほうれん草のただ湯がいたやつと、うん、あと,となんか 当時ってことでもうすぐ、あの、今日の出荷は当時推しってことで、柚子とかぼちゃは入ってるんですけど、やっちゃんに今日はかぼちゃですかねって言われたんで、かぼちゃから逃げられないと思って、なんかカレーにはなんとなく入れたくなかったので、付け合わせの副菜みたいな感じで、カレーと一緒に食べる副菜みたいな感じで、あの、かぼちゃの煮物を作ったんですけど、あれもスパイス煮物です。ね。あの、スパイシーな感じだったよね。先ほど言った調合スパイスを、 自分でつあの調合したスパイスとかぼちゃと油でこうっていうものなんですけどあれもね、うん、あの普通の見た目はそんなにね色もついてないから、うん、あれ普通のかぼちゃの煮物かなと思いきやちょうどカレーのやっぱりスパイス一緒だからかすごいちゃんとマッチしててうん、うん、甘さでそしてかぼちゃの甘みも引き立つっていう。うんうん 美味しかったですそうですすそうよねうん、うん、結構その当時はかぼちゃと小豆の煮物っていうのをまあ食べるのが風習なのかしらねうん、うん、まあそれに限らずいいんじゃないっていうものを表現しましたはいそんな感じの今日はランチでした、うんうん、ちなみにあれですねあの、うん、やっちゃんが言っておりましたが、うんえー、今週の、えー、とー出荷箱の中身には その当時を意識してかぼちゃと柚子を入れてますでかぼちゃはもうだいぶ前に取れたやつなんだけど取ったばかりのかぼちゃって美味しくないんだよねある程度貯蔵して水分を少し抜くとその分甘みが凝縮されたりとかするので取ったばかりのかぼちゃって結構水っぽくってそんなにそうなんだけどだから今頃が多分美味しく食べ頃です。で あづきは選別が大変でやれなかったのであ豆きは各自でご用意でお願いいたします。またはね、スパイス煮物とかね、自分で好きなカボチャサラダでもいいし、もう何でもありですよ。湯に入って かまってね。なんかこのそれこそね日があのだいぶ短いからすぐ暗くなっちゃうけどこういう黄色いものを見てるとちょっと元気にもなる気がしますたねなるほどこの寒い時期に食卓とかにでもお風呂とかにでもね黄色って元気が出る色だなと色の力はきっとありますよね今日もだから箱の中身に柚子入れててあとかぼちゃは切り口下に向けちゃったからだけどやっぱかぼちゃ の切り口あ,のあそう M サイズの人は半分に割ったかぼちゃが入ってるんですけど切り口パカッとオレンジ色であやっぱ綺麗だなと思ったし柚子を入れたりするとあ箱の中身緑,緑から黄色っていうのすごくね,ね生えてねあ色の力あるなって、うん、やっぱ季節によってね野菜も色が変わってきて冬なんか茶色白みたいな感じで割とこう落ち着いてますけど、ね、この中にねうん、うん マッキキ,キーが入ってると、そうなの。黄色ってなかなかないからね。いいですね。確かに。い。いです。はい。そんなこんなで、はい。次回は。<laughs> 黄色ではなく紅白。はい。次回こそはね。やるんですよね。あれあの紅白の候補曲って結構皆さんからもリクエスト来たりしてるんですか。をもらいたくて私がちゃんとインスタグラムで候補したいと思ったんですけどちょっとバタついちゃってそれができてないので今週こそは応募するんでみんな書いてください。はい。はい。ぜひ。じゃあ今週も皆さん聞いていただいてありがとうございました。また来週も絶対聞いてください。せーの。